田坂義明は、戦国時代の武将。沼田小早川氏の家臣。田坂氏五代当主。秋国党、村山城主。後に出家して、全喜びと合した。田坂氏は、小早川氏八代当主。小早川忠平の次男。土相夏平を外した小早川氏の所流とされ。 小早川春兵により、下国より招かれたとも、美の国の老子から身を起こしたと申される。初代、田坂義忠が、大江元年、秋沼田総小坂座との領主として封じられて、稲村山次郎築城の後、紀藩、吉政前親と代々沼田小早川家の執権職を務めた。吉明は、田坂氏の五代目にあたる。文紀二年、誕生。吉明の代になり、 毛利氏から小早川高影を養子として迎えた、竹原小早川氏が勢いを増す一方、宗家にあたる沼田小早川家は、高山城下の土砂堆積による解体によって、収益の拠点を失いつつあり、13代タスク平ら、14代、公平、15代、昌平の当主3代の創生、及び16代当主である重平の、失明などによってその立場を脅かされていた。 そのため、高影を沼田小早川家に迎えようとする一派と、沼田小早川家の当主は、小早川一族から出すべきとする一派の対立が、沼田小早川や中で起こり、茂平の後見人でもあった吉明は、後者の中心人物となった。しかし、高影のジップ、毛利元成からの圧力などもあり、最終的には高影が、沼田小早川家も相続することとなった。 そして正式に、沼田小早川家を相続した高影は、天文16年1月16日に高影の相続に反対した一派の粛清を行い、吉明は、鉱山城内で、雛内う原神により暗殺された。その後、竹原小早川家家臣の飲み宗ねらの襲撃により、稲村山城も落城し、戦国武将としての田坂氏は耐えた。墓は、 広島県三原市小坂町の稲村山城市にある。また、古、雷河の墓は、広島県尾道市の観音寺にある。稲村山城下坂市の居城は、秋国沼田荘小坂里の稲村山城である。この城は、沼田小林川市の居城である、沼田荘本郷の鉱山城を眺望することができる、位置にあった。吉明の暗殺に伴い、この雷河、 より金も殺害された。しかし、このただし中、また弟の善あたるは出家することで粛清を免れた。ただし中の松裔は、現在も広島県府中市にある継承寺の住職を務めており、現在の住職は、第14代の田坂秀俊である。一方、稲村、山城主田坂氏の松裔を名乗る家は、竹原氏三原氏 尾道みに広く残っている。これは、小早川やもしくは、小早川頼木の武将の配下として、田坂氏の一族が残り、小早川一族の半途に従って広く分布したものと思われる。一説によれば、元なりによる粛清だったとも言われる。ありがとうございます。